あっぱれ、やってまーす。こんばんは、極楽とも加藤浩二です。極楽とも山本圭一です。バイキン小峠です。池田優子です。イコールラブの大谷恵美里です。今週もですね、新型コロナウイルス感染防止のためラジオブースの人数を減らして換気のため扉を開けっぱなしにしてお送りしたいと思います。はい、とは言いながら僕もちょっと娘がね、新型コロナに感染して、うん、で濃厚接触者ということで、で今濃厚接触者って、家族がなった場合はさ、発症した日が0日、はいはいはい、で次の1日、うん、で2日目で、検査やって陰性、うん、3日目で検査やって陰性だったら、うん、もう戻れんだよね。あ、そうなんですね。うん、昔はもっと長かったけど ね、 今もう変わってんだよ、変わってきたんだ、うん、でもうさすがに今回は移ってっかなと思ったら、大丈夫で全然、いや強いっすね、本当かなと思って病院行ってさ、PCR までやってさ、でそれでもう大丈夫だったっていう、全部陰性で、で家族も全員陰性で、すごいですね、だから娘一人だけが、で娘にだからどうするっつって、部屋で隔離でいいぞっていう話もしたんだけど、でホテルも取れるっていう話になったから、どうするって聞いたら、もう目をかけたらあれだからホテル行くよっつって、で今だからすごいな、東京なのかな、家までタクシー迎えに来てくれ、そうでしょ、世田谷なのかな、本当それはお前加藤だからじゃない、いやいやいや、そんなの知らないもん、おかしいよ、そんな俺だからとか知らないだから、日テレの岩田アナが、コロナになった時に家にタクシー迎えに来てみたんですよって言ってて、おマジでっていう話してたら、もう迎えに来てくれて、でもビニールビーってなってて、なんかパイプみたいな換気の穴が後部座席についてるタクシーが、それ用なのかな、特殊なタクシーが、でそれで行って、それもタダだぜ、すごい、すごくない、そうなんだ、すごいよ、それ用のタクシーってこと、そうあ、タクシー会社の、そうよ、だからびっくりしたよ、すごいよな、知らない情報でしたね、そうなんですね、で俺今だからその隔離でホテルにね、娘は行ってて、で家族全員結局陰性で、よかったわ、いいですね、もう本当に、で吉村からさ、信久保の吉村いるじゃん、吉村からさ、メールでさ、母さん大丈夫ですかみたいな、いや俺大丈夫だったんだよって言って、まあ娘はなったけど俺はもう濃厚接触だったけど大丈夫だったんだっつってメール入れたら、ああやっぱり母さん、タバコ吸ってる人ってコロナになんないんすかねみたいな、なんだまたその都市伝説みたいな、で吉村から来て、でこれにわかに喫煙所内で俺もそれを話聞いたことあるの、あ、そうなんですね、そう喫煙所に来る芸人たちが、母さんになってないですね、やっぱタバコ吸うとなんないですかねみたいな、なんかそれをなんか肯定したいんだろうな、そんな都市伝説とかありえないの、ありえない、何の根拠もない、で吉村からそうやって来て、で俺暇だったじゃん、だから休んでたからさ、暇で、あもういいや付き合ってやろうと思って、でいやそうなんだよなっつって寝るの、タバコ吸ってるとコロナになんないんだよって吉村に言ったら、いやなんでなんですかねって来たのよ吉村から、で吉村って言って、タバコ吸ってるっていうことはなって、ニコチンとタールが体に入るってことだろうって、でタールが気管支、咽頭の部分と気管支にへばりつくことによって、新型コロナウイルスが全部流れてって胃に落ちてお尻から全部出るから、だからかかんねえんだよって吉村に送ったら、吉村から返信来たのが、タールすごいっすねって言ったんだよ完全に信じて完全に信じてんだよ、時間あるから普通だったらもう適当に終わらすんだけど、暇だからタールすごいっすねって来たからやべえな、今お前めちゃめちゃ吉村タールだって言ってんじゃないのか、いやだからそれでな、タールすごいっすねって吉村から来て、でタールすごいだろって入れたのよ、そしたら、いや僕も電子タバコなんですけど、戻そうかな、タバコに戻そうかなと思ってるんですよって来たから、さすがにここでもバラさないと、お前何言ってんだよ吉村と、
そんなわけねえだろうってお前だから投資詐欺みたいに会うんだよ確かにな入れてやったのよそしたらなんかいい投資ないですかねってやばいんだよあいつ取り戻そうとしてんだよもう本当懲りてねえなお前って入れたらいや絶対逆転しますすげえ男だなと思ってあいつはあいつですげえなと思ったのそのメールのやり取りで、ねうん、だから真剣にこうメールやり取りすると面白いこと起きるなと思ってあなるほどね、うん、もっとやっぱ適当じゃん、うん、もう忙しかったりすると、はいはい、もうなんか相手もしてられないみたいな、はいはい、相手してるとか危ないところだったあいつもうタールもうタバコに戻すところだったあいつやばかったですよねタバコ直食いするぐらいうん、ぐっちゃってな自分でじゃ追いつかないぐらい本当だよ、うん、びっくりするよなあいやでもなんか加藤さんのその、うん、まあ嘘も、うんまあ、リアルっすよね信じるやつは信じるよね、うん、まあ実際信じた人もいるしでそういうやつが、まあ、加藤さんネタバラシしたからよかったけども、うん、そういう嘘がなんかこういろいろ都市伝説じゃないですけども、うん、そういうことになったりするんでしょうね絶対そうだね、うん、いやおい知ってるかみたいないろいろね口コミで広がっていってみたいな、うん、いやさすがにやっぱかわいそうだなと思って そ,、ね、そのままにしてタバコ爆発か吸い出してあいつが、うん、でコロナにかかったら大変じゃん あいつはもうかかったけどさいやもうおめえもほんとそういうことだよね、うん、だから投資詐欺みたいなのもそういうことでしょ絶対そうやってああそういうことね、うん、いや実はこういうルートがあってって世の中には出てないんだけど、はい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 、こういう株があってとか、うん、こういう投資先があってとか、うんまあ、そうっすよねそういうことっすよね、うん、絶対それでも信用しちゃったらもうそれも間違いないと思っちゃうから、うん、それでなっちゃうんだろうな、うんうんうん、タール詐欺だよだからしょうもない詐欺だよ詐欺だよ詐欺じゃないよ詐欺だよ冗談の話だよだからこれもな俺ラジオで今これ言ってんじゃん、うん、これ言ってて、うん、ラジオで言っててこれをさ本気にするやつも出てくるよ、ね、俺嘘だって言ってるのにまずいな切り抜きになりますよこれちょっとだけ聞いてニュースでいやこれ嘘だって俺言ってんのに、うん、これもう そこだけ聞いてなんか、うん、あでも加藤さん嘘だっつってるけど あれ本当だぜみたいなやつが出てくるんだよそれ何いや何なんでそういう人いるじゃないですかいる嘘でいや嘘だって言ってるけど本当だぜいや嘘だっつってうんそれ何なんでしょうねあれいますよねそういうやつ、ね、どうしたらいいのあれいやそれもちょっとどうなんだろうもう止めらんないよなんて、うん、嘘って言ってんのにいや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 それもうあれ本当だから本当だからじゃね嘘って言ってんだからって、うん、本人がね、うん、なんかありますよねそういうパターンねだからもうだから都市伝説とかも言ったらねフェイクニュースみたいなのをさ、はい、信用する人ってもう、はい、もう何言ってもダメじゃん、うん、この陰謀論みたいな、ね、ちょっと一時ね俺の友達で信用してるやつがいて、いくら言ってもダメなのいやコージお前なってそれはな分かってないんだよでこの素材っていうかな VTR っていうか、うん、動画見ろって言って送ってくんだよ、はいはいはい、でこうこうこうでこれっておかしいじゃねえかよって、はいはい、いうのを入れていやそれはな浩二この動画見ろってまた来るんだよそれはもうどうしようもないですもう信じてんだからねもうダメ、うんうん、でもしばらくもう連絡取らなくしたの、そいつとは俺そいつからメール来ても無視して、でしばらくかけて半年ぐらい開けてから、うん、お前どうなったあれ、うん、あの陰謀論みたいな、うん、あれ嘘だなって来たの、うん、何がきっかけだったんだなんかそれで見てくうちにあれと思ったらしいね、うん、でもそれまでは本当に信用してるから、うん、これ無理なんだよね周りが何を言おうが、うん、いやそうですね無理ですねそういうの、うんって言ってもなってお前も嘘ついてんだろうって言い出すからお前知ってんのにお前も嘘ついてんだろうみたいないうことを言い出すから大変なんだよなでもしょうがないよなだからそれはなそういうのはなうんいやもう本当にでも良かったですよもうみんな気をつけましょうこれね、はい、本当に どう過ごしてたんですかその3日ぐらいいたわけでしょ、うん、丸々家に、うん、自宅どう過ごすんですかもう動画だね映画あ映画で本、うん、あやっぱそうなっちゃいますよね、うん、それ以外やることないでしょ出れないですもんねあとだから地味に運動したな運動うん家に俺ランニングマシンあんだよああいいですねうんでランニングマシンで結構走ったりとかしたへえ、うん、あそうなんですね、うん、普段使わないんですか普段やんないもん
普段あんまりやんない。なるほど、うん、でも暇すぎたからやってみようかな。本当に暇だったんですね。うん、びっちゃびちゃだったけど。いいですね。でももう本当にもうちょっとね今ねアベンジャーズ全部見ようかなと思って。あ、いいですね。いっぱいいます。見たことある？いやないです多分。ねえのかよ。これ見た人いねえな。全部は見てないですね。え、アベンジャーズってあれ、え、マーベルとは違いますか？マーベル、マーベル。マーベルありますよ。うん、何ある？女の強い女の人です。お、キャプテンマーベルか。あ、そうです。お、見ました。キャプテンマーベルだけ見たの？だけ見ました。すげえ。なんかお仕事で見る映画があって、うん、キャプテンマーベルを見たんですけど。あれ、キャプテンマーベルも見たよ。めちゃくちゃ感動しました。非常に強いやつ。はい。かっこよかったです。覚醒して。はい。あれだからもううまいことできてんだよねマーベルって。うん、俺もだからアベンジャーとかそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうのの、うんうん、あの声優みたいなのもやってんだけど俺ちょっと、うん、ロケット、うん、で全部こう全部見てなかったから、うん、ちょっと全部見ようと思って、うん、やっぱりもう全部つながってるから、うん、あ、そうなんですね。あ、うんうん、他のやつとも全部リンクしてて、ね、でその回例えばドクターストレンジ、あ、ドクターストレンジのケツにまたついてたりとか、ケツに次のなんかつなマイティーソーにつながるやつがついてたりとか、うん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 、マイティーソーのケツにまた次の何かにつながるやつに、予告編みたいなのが入ってたりして、うん、もうずーっと見続けなきゃいけない、ね、全部見られちゃうそれは。もう恐ろしいよな。それハマるわと思ってみんな。でそれを予告編最後見るともう、うん、これどういうことだよどうなんだよって思っちゃうのよ、うんうん、もう汚くない。いやまあねもうずっと見ちゃいますよね。すげえよ本当に。あの僕もコロナになった時そうですけど本当時間あり余ってるから、うん、ずっと見ちゃいますよね、うん、本当にね。すごいですよね。お前何見てんの？僕はあの時何見たんだろう。あさ金八先生も見たんだ。おおいいじゃん。金八先生。そうそうそう金八先生。言ってたな。言ってましたしましたね。あとなんかねあの地獄が呼んでいるとかいう。ああ知ってる。そう韓国ね。あそうそうそれとかね、うん、なんかいろいろ見ましたね。うんうんうん、あ鬼のやつか。鬼のやつ見てないけど、うん、申し訳ないけど、なんかそういうのとか見てましたね。やっぱそうなんだよな。金八すげえいいよね。面白いですね。前も話したかもしれない。話しましたね。面白いよね。いやいやそう。えあと池田と大谷はなってないんじゃない？なってないですね。まだ。まあなってないな。強いね。強いですね。強いわ。大したもんだわ。ですよね。私なんかグループで活動してるので。本当だね。グループで何かなってる？そうですね。2人ぐらいなってた子はいました。あでも2人ぐらいか。そうなんですよ、うん、11人いる中で2人なんでかなり頑張ってる方ですね、うん、池田も全くそうですね。周りも周り父親がなりましたけど、まあ、離れて暮らしてるので、うん、あともう友達がちょこちょこなったりやっぱお仕事関係の方はなってたりしますけど、うんうん、なんか直接濃厚接触者になったりとかはないですね、うん、ああそうか、うん、山本はずいぶん前になってるもんな。私はもう2年前です、ね、お前なんか目つき悪いな。先駆けてそんな前かいち早くなりました。私はもうあの第2陣ぐらいでもなりました、ね、すげえ目つき悪いな。今日めちゃくちゃ目つき悪いですね。寝起きみたいな。いや、なんとかギャラクシーの話になった時に、うん、ちょっとこれは振られたらまずいと思って、うん、睨みを聞かせたんですよ。どっちの話を。ギャラクシー。なんとかギャラクシー。なんとかギャラクシー。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの話。ギャラクシーなんとかの、なんか。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで。なんかその話とか振られないように睨んでたんですよ。マーベルの話は。後ろの方から。いや振られてもいいじゃないですか。分かんないから知らないようで終わるよ。でやべえなと思ってこれコロナ期間中に何かを見たっていう話にこれまずいな俺ジョーカー1本しか見てないなと思ってこれ振られちゃいけないと思って睨んでた。今睨んでたんだもん。来るな来るなっつって。いやジョーカーの話できんじゃん。1本だけしか見てないもん。コロナ中ジョーカー1本で間に合いました。であとは BS チャンネルだけずっと見てた。ただそれだけ。そうしそうなるだろう。そうなるだろう。でもジョーカー見たんだな。ジョーカーはまあもう一回見た。なんか何か見よっかなと思ってジョーカー改めてもう一回見た。ジョーカーだから、ね。改めてっていうのは俺ないんだよね。え？改めてくらいしかないでしょ。同じの2回とか3回がないの。そうなんですか。え一回見てそんなに覚えてんの？覚えてる。え、どういうこと？いや、一回だけでそんないろんなものが全部わかるの？え？いや、だ、
見るじゃない、うん、作品を、うんうん、で例えばジョーカーにするか、あいやいやジョーカーやっぱジョーカー1回しか見てないの、見てないよ1回しか、でもう全部物語言えるの、大体言えるよ、えすごいな、ごい、俺2回見てもどうだったっけって今ちょっとなんかもう分かんなくなっわーっと走って逃げるとこから物盗まれてさ追っかけるとこから始まるじゃん、そうだな、うんうんうん、でそれでやっぱり社会が嫌になっていくじゃん、うん、どんどんうん、うん、でどんどん性格が変わっていくじゃん、で妄想をしてるわけじゃん、うん、そうだな、うん、女性との恋愛も全部妄想でさ、うん、うん、そうだな、うん、なんかこれ1回見た人が2回見た人に教える不思議な図式は、だよ、だから分かんなくなるから、うん、またもう1回見て、でまたなんかちょっと忘れた頃にもう1回見て、ああれはあだったんだって思い出す感じ、おいそう、そう、うん、遅いのよ、だからさ、ネットフリックスでも今いっぱいあるじゃんシリーズもんの、うん、で今やってるやつをちょっと今見てるのが、うん、韓国系のなんだけど、うん、模範家族って知ってる、韓国系俺見ないんだよ、ちょっとそれをなんか、なんか10話ぐらいあるやつを2話ぐらいまで見て、それ今2回ぐらい見たんだけど、うん、まだちょっと相関図が分かんないから進めないねん、2話までを2回、2話までを2回見たんだけど、そんなことしない、1212って見たってことですか、1212を2回見た、4回見てんので、でまだ相関図が分かんない、なんか同じような人が出てくるから、味方だったか敵だったかをもう1回見てるうちに、なんかさっき見た敵と味方がえこれどっちのだっていうので今困ってて、今2話で止まってんの、3話目に行けないんだよね、それだからあれなんじゃん、あんまハマってないんじゃないですか、いや普通2話まで行ったらもうハマらないじゃん、絶対3、4っていくじゃん、でもさ1話2話で相関図ぼやかしてて、うん、後からそうだったのかっていうパターンあるじゃん、ありますね、うん、でだからそれが分かんないからよ、1話2話しか見てないから、いいんだよ、だそれで3行けよ、だってまだ登場人物が敵か味方かが俺の中では的確ではないんだよ、いやだからそうしてんだよそういう作りだろ、そういう作りなんじゃないですか、1話2話かでえどっちなんだって思わせて、3話に興味をそそらせて、うん、3話見て4話見て5話見てって言ったら、うん、なるほどそういう感じだったのかって分かるやつでしょ多分、そうなんかな変わった見方ですね、珍しい見方、うん、いや俺だからほんとすぐ戻すのよ、うん、もうだから導入部分がねちょっと面白かったから1話目の一番最初が2話目の一番最後に戻るのよ、タイムリープ的な、そうそう、タイムリープなのか、そうそう、もしくは過去に戻ってんのか、そうそう、こうなったことをどうなってんだよ、こうなったラジオっすよ、埋められちゃうの、埋められちゃうのね、埋められてくる、バーバーバーって埋められ、あこれ俺このまま金に汚いことをしてたら死んでしまうのかみたいなところでバーッつって戻る、戻って、でもそれは戻ってないかのように、それがでバーッとって始まるの、うん、過去に戻る、なんでそうなったの、そうそうそう、なんで埋められてんのっていうのが分かる、それがなんでそうなったのかを2話の一番最後で見た時にはぁーってなったの、うん、あそういうことでそうなったんだ、だけど、うん、第3話の始まりぐらいで実はでその埋められてるのを回避されるっていうところで、ああ分かる分かる、言ってること分かるよ、回避されて、分かる分かる、まあすごいね、やっぱりな、俺の説明でも分かるんだ、分かる分かる、すごい、だから一頭頭にダーって埋められてて、うん、悪いやつだと思って埋められてて、うん、でわ死ぬって瞬間にバーンって戻って過去っていうか、うん、なんでそうなったのかってずーっと経てくるわけだよ、そうそうそう、それが2話ってことだよな、そうそう、1話2話ね、うん、1話2話でそうなってて、うん、で2話の最後に実はそれが死んだって1話の頭に思わせてたのがそうじゃなくて、そっからストーリーがまた始まる、そうよくわかりましたね、うん、い長いこと付き合ってくるからすごいです、ほんとその通り、それでだから3話目を見てんのよ、うん、いいじゃん、面白いじゃん、はーってなって、面白いじゃん、そう、だからこっから見ようと思ってんだけど、うん、うんうん、っていう話っていう話だから誰か見てないかなと思って、この先怖いんだよ誰か見てないのかなって言ったら、小峠見ようよ、じゃあこの人60人だったらどうなんのかなって思うおじいちゃんが過ぎる、ね、どういうことよ、おじいちゃんが過ぎる、これを横切るってことですか、小峠見るって今の説明で見るわけないでしょ聞いてる人誰も見ようとしないですよ、いや今お前ぐらいが見てそれに対して
ああなるほど、矢野さんの言ってることはなるほどなって思いましたって言ったら、今の説明でいやーそのモンハンになっちゃら面白そうだなって、誰が思うと思うそんなの、今のトップ3からが出てるよ、なんかいやいや、わかります、絵面は見たことあります、あるだろ、あれ見なさいって言うんだよ、だからいやだからなら僕は面白そうだなとは思ってましたよ、うん、んそう、面白いから、面白そう、うん、見てみなさい、で見てよ小峠、いやなんだちょっとそがれましたよ、見る気がなんかそのか見るテンション、うん、じゃあだから池田かあれで大谷でもいいよ、あそうだよ、あんたち見なさいよ、いや池田さんあるだろう時間2人の方が、ちょっと見たい、見たいですけど、でもっと見てごらんなさいって俺言ってる意味が分かるから面白いんじゃない、面白いと思うよ、面白そうよ、面白い気がするんですよ、うん、面白いと思うよ、見ようかな、教授なんだよ、教授が埋められるところから、教授、准教授ネタバレになってくるから、そういうなんか全部ネタバレになってくる、やめてくんねえから、教授すごい頭のいい、うん、もうその街でも止まんなくなってね、栄養市民、栄養市民みたいな、見る気がする、模範市民みたいな、ネタバレじゃないからな、お前のやつをかいつまんで説明しただけのことだから俺だからそれが埋められるところから始まるから、うん、始まりはいいよ、分かったよ、うん、だからそれ池田見てよ、ちょっと見たいです、うん、見ます、うん、見て、はい、見よう、うん、我慢して見てよ、1話2話は我慢して3話まではとりあえず見ますでファミリーもさ10年前ぐらいの子役と、うん、そのなんかそれがこれ いつのやってんだってなっちゃうんだよ俺、あの主人公はそんなに老けてないから、うん、そんなにヤングにならないじゃん10年前でも、うん、でこれこれ何人家族子供が増えてんのかって思っちゃったりするんだよね俺、わかる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 よ子役があまりにも似てなさそう、わかるよ、説明しようか、現在で、うん、説明しようか、皆さんちょっともう勘弁してもらえないですか一個解決したらまた次の疑問投げかけてくるのちょっとやめてもらっていいですか、説明しようか、もう今のもう分かんないな、だから例えば5歳ぐらいの子供が出てくるとするじゃん、うん、でそれで成長して10歳を描いたりするじゃん、うん、でその後16歳を描いたりして、うん、その人のストーリー見せるじゃん、うん、主人公っていうのが今例えば30歳だとするよね、うん、それ過去に戻って5歳15歳10歳15歳とかって過去の同じ人物の話があるとするじゃない、家族だと思っちゃうんだよ違う人物だと思っちゃう、そういうことだから、分かる、そういうこと、30歳の時のだから主人公がいるな、20歳のちょうどだから 10年前、うん、10年前の役はもう別人って思って俺違うやつやってる時あるからな、そうそうそう、だからあんまり分かんないじゃん、うん、子供だけでなんかちょっとこう年を取った戻ったみたいなのを見せるとするじゃない、うん、だからそれが、うん、後々それが分かるんだけど、その時にあ子供がまた一人増えたとかって思っちゃうんだよあれ増えてるなとか、だからそれ5歳の時と10歳の時だよそう5歳の時と10歳の時回想シーンだとしたら、そうそう10歳の子と5歳の子は同じ子が演じれないじゃん、演じれないよね、違う子役が出るから、うんうん、また別のキャラクターだと思っちゃう、ね、それそれは映画とかドラマ作ってる人は例えば顔がちょっと似てる人にしてたりとか、あとセリフでな、うん、セリフで例えば正義って名前だったら、うん、正義って呼ばれるシーンがあったり、うんうんうん、正義君って呼ばれるシーンがあったら、うん、あそういう人物ねって分かるように作ってるはずよ、うんうん、だけど俺はもうその絵だけを見てしまうからなんか似てないから、うん、また増えたな、うん、だから山本がもう本当に普通に理解できるように作ったら、うん、絶対面白くないよ、うん、面白くないですよねお前が分かるように作ったら全然面白くない映画になるよ、なんでだよ、だって全部分からしちゃうんだもん、分からないところが面白いんだから、うん、考えたい分からしたいから分からないところが面白くて、ああこの子はこういうことだったな、うんうんうん、そこらそういうことねって、でも大体分かるけどな、うん、面白いな、難しいな、うん、だから進まないんだよ俺物語、うん、もう怖くても進めてみ、うん、うん、分かんなくても怖くても進めたら分かるようになるから、ほったらかしててもう分かんなくても進める、うん、で分かってから見返したらまた面白いんですよ、でもスッといくやつはあるんだよたまに、何例えばあの全裸監督みたいな、おお、あれはもうだから時系列でずっと進んでいくから、全裸監督の1だったり、あとイテウォンクラスとかさ、あ、うん、スーッと流れるように見るパターンもある、うんうん、
だけどこうやって今回みたいなミステリーとはちょっとこうミステリーとかフェイク入れるやつとかダメだってことだろ。もうフェイクがよく分かんなくなってくる。そうそうそう、うん、ペーパーハウスも俺だから良かったの最初ずっと。ペーパーハウスも分かりやすいじゃん。分かりやすくて2位ぐらいまで見てたの、うん、でエピソード3ぐらいからなんか強すぎんなと思って。何よ。あありにも強いなと思って。なんか一人で女の人が立ち向かって、うん、そんなに強いのこんなに強いか普通って思ってちょっと嫌になった。強いやつらを集めたから一応にしても強すぎるだろ。もう国のなんか特殊部隊みたいなやつをやっつけんだぞ。ダダダダッって言って。えでも殺さないからまあまあ殺してはないね、うん、一人も殺してないっていうことでやってるから、うん、ちょっとそういうのでちょっと離れちゃったんだ。強すぎると思って。強すぎる強すぎるって。じゃあお前本当にあれだな、あのマーベルとか絶対見れないな。ヒーローもんなんか絶対見れない。強すぎる、強すぎるから。強すぎる、もう絶対見れないよ。プリズンブレイク的なのはまた見てたよあれは。はい、はい、はいの範囲で、うんうん、脱獄のやつな。脱獄のやつね、うん、であれも裏切りがあったりするじゃない、うん、だけどあのずっと主人公の人はティーバックだっけ。ティーバックはまあいたね、うん、ティーバックは途中であるけど、うん、であのまあ主人公の人は絶対死なないなっていう目線で見てたから、うん、どんなに苦しい瞬間どんなに危なくてももう死なないんだろどうせって見ちゃった。そういう気持ちになっちゃうから、うん、いや今死ぬのもあるからね、うん、そういうのに当たりたいんだよ。まあ分かったよ、もう分かりましたよ。だからそれはじゃあ池田さん、はい、大谷さんどっちか見てきてくださいよ。はい、はい、見ようと思います。お願いします。では1曲目のリクエスト小峠さんですね今日は。はい、プライベートでピンボールラバー。極楽とんぼ加藤浩次です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。じゃあメールの方いきます。神戸市はラジオネーム君のママ。あっぱれとよる皆さんこんばんは。こんばんは。家事育児の合間にラジコで毎週聞いています。ありがとうございます。子供がまだ小さいので食べ物をこぼしたり口の周りを汚したりするのでティッシュやウェットティッシュが我が家でフル稼働しております。あ一番可愛い時期だね。そんな中食事中にお尻拭きで、うん、娘の口の周りを拭いてあげていたところあら旦那に目撃されました、うん、それはお尻を拭くものだろうというのですが、うんうん、私からすればお尻を拭いてから口を拭くことをしてないので、うん、清潔なお尻拭き、うん、口を拭いてから、うんお尻を拭くわけでもありません、うん、主婦にとっては結構日常的にやっていることです、うん、これってダメだと思いますかと、うん、俺全然思わない、うん、え、ね、全然、うんうん、なんでダメなのかも全くわからない、うん、いやだから多分旦那さんにしてみたら、うん、お尻拭きという先入観ですよ、うんうん、お尻を拭くもので口を拭くっていうのは何たることかという言葉として、うん、でお尻拭きも綺麗なのよ、うん、絶対お尻拭きが汚いわけじゃないのよ、うん、それだけど持っちゃうってことだよなそれはな。その旦那さんがなっていうことじゃないかな、うんうん、まさに。で別にねこれは満場一致で大丈夫でしょってことだから、ほら雑巾やるからそれ拭けよって例えば何かこぼした時に、うん、家でほら雑巾って、うん、こっちにしてみたら綺麗な雑巾だと思ってるのに、うんうんうん、相手は雑巾汚いって思う人もいるじゃない、うん、それに近いんじゃないの。なるほど。全然俺 OK だけどネーミングに引っかかってるってことね。ネーミングは良くないの、うんうんうん、それだって言ったらそれだけでしょ。だから濡れティッシュかっこお尻拭きだったらいいと思う、うん、お尻も拭けるよだったらいいってこと、うんうん、お尻は何でも拭けるから、うん、そうだって、うんまあね、赤ちゃんの肌に使えるくらい優しいから普通のなんならアルコール入ってるようなウェットティッシュってお口を拭くよりも赤ちゃんには優しいんですよ、うん、お尻拭きで拭く方が、うんうん、でもこのお尻拭きを私たちみたいなおじさんが拭いてたら別にいいわけでしょ。当然いいよ。いいわけでしょ。いやダメだよ。なんでダメだ。お前お尻拭きでお尻拭いちゃダメだよ。お前は別にいいだろ。それはそれでいいし。お前は赤ちゃんのお尻拭き使っちゃダメだよ。例えば怪我することになるから赤ちゃんのお尻拭き。
新幹線でもらったおしぼりみたいなのがあるじゃないですか、あのウェットティッシュ、あ、ね、あれをちょっと持って帰ってて、あれでお尻を拭いても別にいいわけでしょ。ダメで流れないから。いや流れないから、あれで拭いて、ダメだよ、あのお尻ダストボックスに入れてみるんだ、ゴミ箱捨てる、お前お尻拭いちゃダメだよ。なんでだよ。お前お尻拭いちゃダメ。うん、そのなんか固まってきたやつを注いでくださいよ、うんうん、固まるまで待つの、待って待って、天日干し、天日干し、アイスのヘラみたいので、アイスのヘラみたいので、そう、木の棒をもう持ち歩いてて、ある程度、ああ木の棒か、固まってある程度固まってゴツゴツしてきたなって思ったら、そのヘラでこう注ぐっていう、あ、それまで我慢しろってか、もうダメだよ、使っちゃう。でもウエットでちょっとこう当てた方がちょっと柔らかくなって注ぎやすくなったりするじゃない、そういうの。ダメだダメだ、こそぐだけ、カリカリにしないと、こそぐだけだよ、こそぐ、こそぐ、こそぐだ、わかりました。全然いいと思うけどね、これはいいと思うんですよ、全く大丈夫よそれ、だからこれで全く大丈夫ってラジオでみんなが言ってたよって旦那さんに言うとまた喧嘩になるかもしれないからな。うん、でそれは「あはいはい」っつって言っとけばいいんじゃないの、旦那さんに「あ、ごめんね」っつって、なるほど、うん、もう全然いいよそれは、ということで、メーカーはちゃんと作ってますよ、はい、じゃあ続いて、加古川市はラジオネーム加古川のカズゴン、あっぱれ土曜の皆さんこんばんは、こんばんは。先日長年愛用していた車を売却しました。初めて買った車でもありましたし、いろいろと遠いところへ行ったりと思い出もたくさんあり、愛着のある車でした。いつか別れが来るだろうと思ってはいましたが、いざ別れが来ると寂しくなるものです。そこで皆さんに質問ですが、愛着があったが手放したもの、愛着があって手放せないものって何かありますか。うーん、まずは愛着があって手放したもの、いやー、車だな俺も。あ、手放したんですか。車、昔乗ってたじゃん、白い旧車、はい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 、はいはい、スパイダー、いや、スパイダーじゃない、スパイダーじゃない、アルファロメオの、アルファロメオ、白のさ、ジュニア Z っていうの乗ってたんだけど、1968年か、古いですね、で、あれ結婚した時それ乗ってたんだよ俺、すげえ気に入ってたんだよ、で結婚して俺すぐ子供できたからさ、まあ子供できて結婚したからさ、いや子供できたから、いや違うな、結婚しようと思って子供できて結婚したからさ、っていうことなの。そうだね、まあ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 、で子供生まれたでしょ、でクーラーついてないんだよ、68年って、そうなんだ、でチャイルドシートでも買ってさ、後ろに座らせてさ、子供がびちゃびちゃ汗かいてた、長女が、それはいかんね、それを見てダメだと思って、これもっと来てんだよなって、当時だから俺が32、3かぐらいの時だったから、あーって、もう一台こうわーと思ったのよ、これ残しといて、でもう一台家族車欲しいなと思ったけど、でもそんな余裕もなかったからさ、売ったんだよね、売って新しめのクーラーつく車に変えたんだよ、俺それをね今でも悔やんでる。あ、今でも、今でもだってもう買えないんだから、ないの、うわ、同じものはないじゃない、同じものはないけど、で同じものでもどっかで走ってるでしょ、走ってんのかな、絶対追跡したら走ってんじゃない、見ないな東京じゃ、はあ、東京でたまに探してるけど見ないな、東京でたまに探してるのかな、誰が買ったんだろう、走ってる時にねえかなと思って見てるけどな、どっかで絶対あるよそれ、誰かが乗ってる、誰かが乗ってんだよ、スランプにはしないでしょ、正直買い戻したい今でも、ほう、そんなに、あれはね本当にね好きだったんだよ俺、今じゃあ、そのもう加藤さんがマジで乗ってたやつ、見つかりました、これいくらまで出せます、当時はいくらだ、当時はね全然安かったの、まだ買ったのが早かったから旧車が全然値上がりする前で、当時300万で買ったの俺、300、それ全部直したのも全部入れて、
あのちょっといろいろ変えたかったから変えたのも全部入れて300でいけてたから、うん、それでローン通るって言われたから買ったのよ、うんうん、でそっからじゃあほぼ20年、うん、20年でしょ20年、うん、20年程度はまあそうねまあいろいろ直そうが、うん、外は変わらないもので、うん、綺麗に走ってくれてるかないや走ってるか誰もやっぱ走らせてる、うんね、好きな人が絶対買ってますもんね ある程度のクオリティを保って、うん、いやーいくらいや交渉だなあと物見てたね1000万いやもうそれはね程度1000万よ程度ああどのぐらいの程度であなたが乗ってた時と同じ程度まで戻ってたらボディもそのままの程度で、うん、20年経ってるのにな立ってる綺麗にしてたからそれはお前絶対室内で絶対保管してないと無理だぜじゃあ室内に近いところで保管してたんでしょうね、うん、コレクションとしてね、うん、ほんでたまにエンジンの調子もじゃあいいまあそうだろうね、うん、10日に1回ぐらいちょっと軽く10キロぐらい走らせる10日に1回は少ないよまあまあ例えばね例えばだからいいじゃん例えばの話でね3日に1回はエンジンかけるエンジンだけかけるかけたかけたかけるかけたかけた、うん、でいや1000万はいやー向こう1000万って言ってくるってこと1000万ってまずいよ1000万だったら売りますっていうそれ買うかどうか、うん、1000万ああそれ買う、あでも1000万まあ買いますか20年だったらそれはまあ買うか買うね相場より高いけどね高いまあまあ相場より高いけどなるほど今欲しい本当に欲しいはあなるほどね、うん、ああだからその子供生まれたことは嬉しいことだし自分がそれを売ったってことももうあの車として持っときたいっていう後悔はあるんだけど、うん、それを売れた自分みたいのも良かったなと思うわけいやそう思います、うん、それだけ思い入れのある大切なものを家族のために売ることを決断したってことがすごいと思う、うん、そこができたっていう自分が良かったなと思う、うんうん、反面今振り返るとやっぱり今の話じゃないけど、うん、後悔っていうか取り戻したいとかっていうのは、うん、車だな俺それだな今でも本当に見るもん写真相当な思いですねじゃあね、うん、そっかで同じ形じゃ意味がないのよそれが欲しいわけだなるほどねうんはそれだなしてほしいあるなんか大谷とか私は、うん小学生の時にカードゲームを死ぬほどカード集めていたんですよ遊戯王を集めていて、うん、でもやり方を知らないんですよだけどただ集めていたやっぱお前もちょっと変わってるよねそうだと思いますそうかでただの偽王だったわけね遊べない遊戯してないでもそうなんですよ王だよそしたらまた王だそっか、うん、ただの王そうかそうかでなんかめちゃめちゃレアカードとかも持ってたんですけどそれをただ持ってるのが嬉しいみたいな感じで集めてたんですけどいっぱいあったんですけど、まあ、中学に行く時に寮生活しに行くことになったのでもうカードゲーム全部置いてったんですけど実家にのそうです、うん、で帰ったらなくなっていてうわあもう捨てられたって思ってあちょっとショックだな、はい、楽しかったなっていうのがせっかくなルール覚えて帰ってきたのになうんそうなんですよ、そうあそれじゃあ愛着あったから今でも取り戻したいそうですねうん、あと今もう買えばいいじゃない今あるじゃない遊戯王まだあるんですかまだあるよ売ってるでしょ あるんですか、うんうん、でも当時のとかすごい高くなってるんじゃないそうですよね、うんでも今はいいや好きだったカードあんのちょっと覚えてないですほんま好きなんだほんま好きなんだ好きじゃねえな熱が感じられねえんだよでも他にもカードゲーム集めててその遊戯王の他にもカードは好きだったの、はい、あそうですカードをいっぱい集めてる人でした遊戯王以外何なのはキラリンレボリューション の、うん、着せ替えのカードがあって、うん、それを誕生日に私1万円分好きなものを買ってもらえるっていう感じだったんですけどすげえなそんな額決まってんだはい1万円分全部そのカードにしてもやっぱ変わってんな
ちょっとおかしいと思います。うん、で遊び方わかんないんだもんな。あ、でもそのキラリちゃんのやつは、うん、あの組み重ねて、うん、こういうファッションしたら可愛いなっていうふうに世界で遊ぶの。はい。じゃあキラリちゃんの方はどうなったの？それは結局もうなくなってました。ああ、全部一分そうなんですよ。だから多分もう捨てられていると。うん、カードね。池田は、まあ、私基本的に気に入ってるものは捨てないんですよ。売ったりもしないから。おうおうおう、愛着あるもん。はい、後悔したこととかはないんですけど、うん、あの捨てられない、もう絶対いらないし使いようがないのに捨てられないのが過去の携帯電話。ガラケー、中学生になって初めて買ってもらったガラケーから全部取ってあります。歴代の残してるんだ、はい、もう充電器もないから。スマホも、スマホもありますね。あの下取りとか出してないんで。おー、すげー。全部あり、取ってあります。もう充電器、ガラケー時代の充電器なんかないし、壊れてるから、うんうん、充電できないし、その当時シャメールが出たばかりで写真が撮れるやつ、うんうんうん、でデータも入ってるけど見れないんですよ。いや今サービスあんだよ。電源入ってな、入らなくても見ます。だからそのガラケーのシャメール、はい、シャメールっていうのかな、シャメをそのなんか復活させて電源入れてくれて、電源も入れてくれる、プリントアウトしたりするサービスがある。すごい、そんなのあるんですか。やりたい、当時なんかあのクラウドとかもないから写真が今だったら勝手に保存されるじゃないですか、ウェブに。でなんかそのサービスがあって、うん、スッキリでなんか特集みたいなので、うんうん、そういうそこに密着して、そこに来る人たちをなんか密着してるのがあったんだけど、そのガラケーにつないで写真復活した、うん、復活した。え、すごい、できるんだ、おじいちゃんみたいな。ちょっと感動的なシーンちょっとあったよ、結構何年か前よ。うん、ちゃんとデータ引き出せるんですね、うん、それやろうかな。やった方がいいよ。すごい見たい写真がいっぱいあるはずなんですよ、うん、見れないから確認できないけど、うん、当時友達と撮った写真とか、それこそもう今は死んじゃったペットの写真とか大量に入ってるはずなんですよ。やる、それちょっと調べます。多分出てくると思う。全部撮っててよかった。なんか変な携帯に、ピンクの携帯にシールとか貼ったり、マニキュアでなんかデコったりしてて、もう今見るとクソダサいんですけど、捨てられなくて全部実家に保管してあるのが、それで復活するかもしれない。いいじゃん。いやよかった。それ相当なんかイベントになるよ、家族の。いや本当ですね。すごい、やろう。泣くと思うわ、泣くと思うわ。いや泣くと思う、泣くと思います、それ。家族みんな泣くと思う。泣くとみんな。ゆうちゃんありがとうってなります、絶対。その携帯のパターンはさ、でも池田さんの携帯のパターンはガラケーのやつでしょ。はいはい。俺そのさ、なんだろうね、iPhone になる前って、だからエクスペリア。エクスペリアもあったよ。エクスペリアとかなんかそっち側のやつでさ、こうやっていじって、こう何、あのパン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 ポンって押すんですね、こう。あ、ロック解除の。ロック解除のなんか、グネグネグネみたいな。L とか指でこう線をなぞってね。そうそう、そのやつで、そのやつがあるんだ、あったんだけど、それを変えて、それをまあそのままにずっと保管してたのよ。だけど、あ、久しぶりにあれちょっと中どんな写真が入ってたか見ようかなと思った時に、うん、もうその何、手つきが全部どれだったかを、パスワードが分かんなくなった、パスワードが分かんなくなっちゃって、 あれってどうなんだい、それはもう見れないのかい。ロック解除、ロックで、なんか結局それよく何回か失敗して、でまたそれを初期設定にしたら中のものが全部なくなるみたいなことを書いてたから、怖くてもそっからいじれないで、たまに一応電源だけ入れて、またその2回ぐらいトライしてやっぱり違ったなっつってやめてた携帯がずっと置いてあるんだけど、それはスッキリで扱ってくれるのか。いや扱わねえよそれは扱わねえ。忘れました。何だったか、 L だったか何だったかみたいな、こんなあんのよ、こうだったかみたいな、あの指使いが分かんなくなっちゃって。いやそれも、もしかしてできんのかな、何通りなのかな、ぼっち何個ある。9個だよね多分。9個か、うん、うん、それいくつだ。えだってあれ何 L とか、うん、なんかぐるぐるってやる人もいたり、9の8乗か、9、うん、9かな、もうあるのかな、もうちょっと
え、もっとないでしょ、80だからもう、もっとすごい数ある。すごいか、あの何個使うかにもよりますね。何個使うかにもよるもんね、うん、あ、そうか、うん、何個以上だもんね、あれ多分そうですね。なんかこんなグネ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 ってやる人はグネ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 ってやるし、うん、なんかカッカって L でやる人は L で開くみたいな、それをなんか なんかコンピューターみたいので全ての通りをブワーってやって出すやつもあんのかな。それだってなんか3回か4回か分かんない、5回か連続失敗したらもう自動ロックになって、まあね、あの1日ダメとか何時間ダメみたいになるじゃん。うん、うん、まあそうか、ダメか、ダメだから俺が中何が入ってたかがちょっとね今見たいんだよね、あの頃の。いやそれもうどうにかできる、聞きに行けば、それできそうですけどね、うん、携帯ショップだけどもういや充電器がもうどれだったかも、充電器、いやだから充電器用意してくれるとか多分あるんだよ、その昔のやつを、うん、でそれを復活充電して、うん、うん、いやだけどそれ見ろよ、だからそれなんか相談してみたらいいよ。誰に？だからその携帯ショップかなんかそのネットで調べたら出てくるから、そういう過去のこのガラケーを復活させるにはみたいなので、うん、なるほどね、うん、でエクスペリアスペースは復活っていうので出てくるから、うん、で結局中見たらしょうもない写真しかなかったっていう、いやいや泣くよ、パターンもあるんだろうな、お前泣くよ、泣くか、うん、お前絶対泣くと思う、泣くかな、うん、見て泣くと思う、うん、あ、うん、泣くと思いますわ。小峠は、いや僕はあれですかね、その、まあ、今革ジャン結構持ってますけど、うん、その一番最初に、うん、もう本当にもうまだ全然ライブシーンでやってて、うん、でもお金もないのになんかその試着だけして、うん、で、まあ、キングオブコント優勝してお金もらえるようになって、うん、一番最初に買った革ジャン、どうしたのそれは、うん、サイズがちょっと合わなくなったので、あ、ちょっと太ったか、うん、うん、俺まあ今も仲いいんですけど、うん、その当時、バイトやってた害虫駆除のバイトだったんですけど、うん、その先輩にあげたんですよ。ああ、僕ちょっとサイズ合わないからあげますよ。そう、もう多分着ないんであげます、うん、あら、うん、あげたんですよ、うん、それをねやっぱね未だにねちょっと加藤さんに近いぐらいの後悔はあるんですよね、うん、ああそう、いや別に着なくても、うん、持っときゃよかったなと思って、その、うん、一番最初の革ジャンだから、うん、革ジャンはもう捨てちゃダメ、いやそうなんですよね、うん、いやそれでその先輩とも未だに仲いいから、うん、たまにやっぱ一緒にツーリングとか行く時に着てくるんですよね、マジで、そのもうそうなんですよ。やっぱそれを見るたびにね、目の前にあるのか、あるんですよ、あるんですよ、でちょいちょい見るんですよ、だからその革ジャンを見ちゃうのやだ、いやいやそうなんですよ、あれを見るたびにね、いややっぱこれ手放さない方が良かったよなってなんかすごい後悔に苛まれるというか、それは先輩に言えない、すいません先輩、いやいやこれがもう先輩すいません、ともう言えない、いやいい人なんでね、今僕の持ってる革ジャンのコレクションから好きなの一着持ってっていいんで、うんうん、それを、うん、それと交換してもらえませんかって言えない、いやいやまあそうです、でもねなんか一回なんかやったものをね返してくれっていうのもなんか嫌じゃないですか、嫌よ、いや嫌でしょ、いやよ、男らしくないというかね、うんうん、そうなんですよね、引っ込みはもうつかないよね、引っ込みつかないですよね、うん、でもなんかやっぱ見るたんびにね、いやこれ別にやる必要なかったよなと、俺なんでなんでやったんだろうと思いますもんね、なんかもっと次にもっと次にってなってた時期だったんだろうな、あ多分そうでしょうね、うん、あいやそうなんです、いやそれはね、いや小峠それね本心で、うん、もう本当に戻したいんだったら俺先輩に、うん、俺だったら言うけどね、本当すいませんって、なるほどね、うん、ただもうそれももう上げて多分もう5年とか経ってて、で多分もうその先輩の形になってんすよね、変わってな、あ僕の形から多分もうその先輩の形になってるから、うんうん、なんかそれをじゃあ僕がまた来た時に、うん、じゃあどうなんだろうっていうのもちょっとあるんですよね、あそうそういやそうなんですよね、まあでも逆を言うと、うん、まだ先輩がちょいちょい見せてくれるから、うん、いやでもあれがそれがきついんだよな、いやそうだよいやそうっすよね、だから忘れられてないんですよね、うん、そうよ、
うん、もう先輩捨てたらどう思う？いや先輩を捨てる。いやそうなんで元カノに会うみたいなことですよね。だからちょいちょい元カノに会ってるみたいな感じ、ね、それが元カノと付き合ってる感覚だよな。ああそれだ、うん、ああそれだ、うん、そうかもしんない。で連れと会ってる時にたまに元カノ現れるみたいな。ああそれだ、うん、ああねえ連れてない時もあるけど、たまに元カノ連れてきて、うん、ね見た時に、まあ、やっぱこの子いい。あそれだ、そうだよね、一番しっくりくるな。そうだ、その状況がね、元カノで考えたら相当あのダメな男だよね。いやそうですよね、うん、まだ見ねえあんのかって、ね、いやそうそうそう、男らしくないですよね、うん、なんかね、そうなんですよ。あもうしょうがないわ、もうそれは。いやそうでしょ、うん、で彼女も、うん、その当時僕と付き合ってた時よりも、うん、やっぱだいぶその人色に染まってるわけですよね。その人の形になってる、その人の形になってるわけなんですよ、うんうんうん、いろいろね、うん、おやっぱそれを今更じゃあまたじゃあ付き合ったら、うん、まあ、果たして前のようなその高揚感とか、うん、あやっぱこの子いいな最高だなってなれるのかって話ですよね。そうだよね、うん、間にやっぱりそれが挟まってるから、そうあれってあなんか変わったなって。そうなんか変わった、うん、ら前は A と B だったら A を選んでたのに今 B 選ぶんだみたいなね、うん、あれって俺の知らないこいつがいるって、うん、革ジャンの話してるよ、思い出とかね、うん、その思い出もだからあれですよね、革ジャンで言うとどっか傷が入ってたりとか、はい、多分するわけですよ、うんうん、やっぱその知らないなんか、うん、僕の知らないなんか、うん、なんかあるわけですよね、体にな、体に、うん、あざなのか、ああ分かんないですけど、うん、そうなんかなんかあるはずですよ、伸びてる、もちろんどっか伸びてる、伸びてる可能性もありますよ、それは匂いも変わってるかも、あ匂いも変わってると思う、うん、その彼女と遊んだ時にやっぱえここ伸びてる、うん、こんな伸びてる、伸びてる、こんな伸びてなかったの、全然伸びてなかったのに、すげえ伸びてんじゃん、なんか失礼だな、大きいぞ、いやー絶対そういう、もうそういうことだよ、そういうことだよ、それはやっぱしちゃいかんわな、やっぱそうですよね、うん、いやそうなんですよね、それはなんか前の彼女にも失礼だし、いやまあそういう前の彼女にも失礼ですよね、失礼よ、だって人のもんになった瞬間になんか、あれ自分からいなくなってなんかもったいないって思ってる浅ましい気持ちもある。あだってさ、そうお互いなんかまあ何が理由か分かんないけど別れたわけで、うん、そう、うん、別れてるにもかかわらずさ、うん、連れの彼女になった瞬間にあれって人が持ってるものがよく思えてきちゃった。いやほんと、うん、こっちはもういっぱい彼女いるんだ。いや確かにそうなんですよ、こっちも今いっぱい彼女いますからね、いっぱい彼女いるから、そう十何人ね、十何人いて、十何人彼女いるのに、しかもその日替わりでなんかいろいろ変えてね、うん、遊んでんのに、うん、遊び放題だろ、遊び放題ですよ、で彼連れは一人だろ、一度一人一人、そう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 、そもうそれはね、まあ、絶対もうダメ、そうっすよね、うん、戻したらやっぱそうだよ、だって十何人のうちの一人になるだけだから、うん、まあそうだよな、うん、いや本当そうなんですよね、幸せだよ先輩は、だって一人そいつだけを愛するんだから、お前らが全然だろ、いやそうです、もう愛し方がもうむちゃくちゃだろ、むちゃくちゃです今も、もう、うん、ああそうですね、昼朝から夕方までその彼女で、夕方から違う彼女行ったりしますからね、そのパターンもありますよ、あるそれはある、それはあります、それはで、まだまだ彼女買う気だろ、もっと増えます、うん、今もうすぐまた1着増えます、予約してるやつ、ああいやそうですよね、やめやめやめ、うん、先輩といる時いる方が幸せだ、幸せ、その子そうですよね、そうし、彼女で考えたら解決したな、すっきりしました、解決したな、うん、続いていきますか、はい、じゃあもう一個いきましょうね、はい、ラジオネーム「だえわですレペゼン熊本」、めちゃギレメンバーの皆さんこんばんは。いやいや違う違う違う。覚えはない。いやでも一応そういうふうに覚えてました。誰もないです。山本さんだけですよ。いやいや山本さんと小峠さんに聞きたいのですが、うん、僕は30歳手前でハゲ始めているビギナーウスラーなのですが、うん、深いお辞儀をするときに頭皮が丸見えになってしまうので、うん、お礼や謝罪のときに毎回抵抗感が出てしまいます。なるほどね、いや一番美味しい時なんだけどな、山本さんと小峠さんはいつから抵抗なく深いお辞儀ができるようになりましたか、うんうん、それとも未だに抵抗感はあるのでしょうか、ということでございます、うん、やっぱ丸めてからじゃないですか頭、うん、まあね、あ丸めたらまあ抵抗感がない
ってことにもなってきますよね。わかりますよ、だからおっしゃってることは。僕はね、これ分かったよね、あレペゼンが。ありました、ありました、やっぱそういう、うん、その僕も頂点から来ましたから、うん、つむじあたりから、うん。まあ前も来てましたけど、うん、やっぱそのつむじぐらいがこう薄くなって、うん、なんかね、お辞儀するときとか、うん、なんか、上に人がいるときとかね、そう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 、やっぱ気になるっていうのは非常に分かりますよ。分かる、分かります、分かります、分かります。なんか知らないけど、写真をなんかふとした瞬間に撮られたのをパッと見てあれって思った時もあるよね。あ、薄いってなんか、あ、集合写真かなんか、なるほど、ね、全然そんなところは関係ないだろう、これ俺かみたいな瞬間、うんうん、そっからなんか髪長くても、うん、あら、ちょっともしかして、うん、いやいやそんなことないって思ってるさなかにあなたが言い出したよね。おう、あれ、お前、あれはけて、あれはけた、あ、うすらさんって、うん、すらさんね、うすらさんってそうで、うん、言い出しましたよ。そしたら、うすら、あ、どうもこんにちは、うすらさんってお久しぶりです、うすらさんっておー、どうもどうもって言われたら、それでまあね、まあ、コント中だったりなんかね、うん、やってる時だったりみたいなことから、うん、やっぱり、あ、そ、あれやっぱりそうなのかな、そうなのかしらって自分で一瞬思うね、うん、だからそれを認め出すとやっぱそれが武器になるみたいになるね、うんうん、ただやっぱ今のこの送ってきた方はなんか多分大丈夫ですね、そういうそのウスラーさんになれる素質は持ってますよね。持ってます、30手前ですから。いや、ね、もうちょっと名前で遊んでるじゃないですか、ね、うん、ビギナーウスラーってもう自分で言えるぐらい言ってるから、ね、もう遊んでるんですよ、認めてるわけだよね、認めてるし、それを多分もうちょっとこう笑いに消化させてるんですよね、だからこの方も大丈夫です、大丈夫です、ね、いじれないか、うん、怖かった、多分ね、もうなんなら送ってこないです、うん、そうだね、うん、送ってこれるってことはやっぱあの明るい薄毛者ですね、明るいウスラーですね、うん、うん、だから大丈夫だと思いますよこの人は、だから、そうだね、ひっきりなしに深いお辞儀をすればいいってことよね、うん、そう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 、そう抵抗なく、うん、ただこの人もうめちゃくちゃ励ますよ、うん、もうこれはもう止められないから30手前から言ってるから、ね、もうそれはもうめちゃくちゃ励む、わかる、それはわかる、うん、もうめちゃくちゃ励ます今でもいい薬とかあるじゃん、そうですね、薬は僕はもう飲んだことないのでわかんないですけども、うん、まあそうやって抗ってみるのもいいかもしれないですね、ハゲの指揮者みたいになる、いやいやいや、わかんない、だから本当めちゃくちゃわかんない、マエストロよ、マエストロ、わかる、だから飲まなかったらめちゃくちゃ励るから、うん、もう俺か山本さんかぐらいまで行きますよ、そういうタイプはね、うん、素晴らしい、そういう風になった方がいいってことだよね、そう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 、そういう風になったり、うん、うん、利用するぐらいがいいんじゃないですか、ハゲをね、すごいな、うん、ぜひ利用してください、うん、以上ですね、はい、それでは、大谷さん、はい、宛先お願いします、はい、宛先はやるどアットマーク mbs1179.com までお願いします、また番組ホームページのメールホームでも送ることができるのでそちらもご利用ください、メールを読まれた方には金の玉ステッカーと金の玉お守りをもらえるチャンスがありますので皆様どしどし送ってください、極楽とんぼ山本圭一です、MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってまーす、加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩次の面接を受け次期ヤンヤンガールズの座を獲得し未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。マイスターの提供でお送りします。じゃあ自己紹介の方お願いします。はい、こんにちは、日本大学3年の瀬下理子です。よろしくお願いします。こんにちはじゃないですね、こんばんはだね、こんばんはですね、こんばんはだね申し訳ございません、瀬下さんは将来の夢は人前で喋ることって書いてあるけど、はい、人前で喋る仕事っていうのはどういうことですか。いや実は将来の夢決まってなかったんですよ、うんうんうん、ずっと、うん、それで、今回この面接に面接を受けさせていただくことになって、うん、その事前にそのこれまでの面接を聞いてきたんですね、うん、したら加藤さんがとある女子大生に、うん、しょうもない人間だと
しょうま、なんかしょうもない人間だって言ってたんですよ。言い放ってて、ひどいこと言うね、怖って、ひどいこと言うね、怖ってなって、うん、これはちゃんと考えないと、うん、私もしょうもない人間だと言われてしまうと思って、うん、ビビった結果、うん、その今までの自分のルーツとか、うん、楽しいと思ってることとかを考え直す時間を作れたんですね、うんうん、そしたらその結果やっぱ自分は人前で喋ることが好きだなって気づいて、うん、人前で喋る仕事って書かせていただいたので、うん、加藤さんのおかげでやっとなんとなく自分の将来が決まります。え、何でもいいんですか、人前で喋れれば。何でもいいというか、そうですね、もうラジオ協定上の予想屋みたいなことでもいいんですか。協定上の予想屋ですよ。人前で喋ってます、ね、うん、あ、なんかでもステージとか、うん、なんかそういう司会とかも楽しそうだなと思うので、うん、なんかぼんやりです。え、具体的には何ですか、人前で喋る仕事っていうのは。え、まだ具体的には決まってないです。だからなんかタレントって書くのが嫌なわけでしょ。うーん、嫌だっていうか、え、タレントってことですか。私、え、なんかもう目標とするタレントでみちょぱって書いてるんですけど、みちょぱみたいに別になりたいわけじゃないでしょ。あ、そういうギャルって感じっていう意味ではなくて、なんかすごい何でもオールマイティにできる方だなと思って、うん、そういう人になりたいです。え、でもさんまさんって書いてるよ。あ、さんまさんもそうじゃないですか。なんかみちょぱのさんまさんって、はい、うん、え、さんまさんもオールマイティですよね、うん、オールマイティっていうかもうザ芸人だよね。あんま目標とするタレントにみちょぱ、ね、さんまさんってなかなかね。目標とするってちょっとなんで書いたんだろう。すごいちょっとおこがましいですよね。うん、一番目標にしちゃいけない人だよね。やばいですねこれ。さんまさんなんかね、うん、やばいやばい、俺ら芸人でも絶対目標にしちゃいけない人だよね。どうしよう、あそこ目指すとね、もう絶対出口がないから、まあね、うん、とんでもないことになりますよ、うん、そうそう、ね、みちょぱとさんまさんって書いて、うん、出演したい番組水曜日のダウンタウンって書いて。え、どうなの、どうしたの。すいません、あの年老とすぎて多分あのいや、それで、ね、尊敬する人は誰ですかっつってバイト先のパートの人って書いて。どうしたの。すごいですね。でもすごいじゃない、ね、うん、好きなお笑い芸人はザコ師匠、ダイアン津田、ナダル、さんまさんって一番最後に書いてるんだ。すごいよね。うん、でも自分の欠点短所はっていうことで常になんとかなると思っているって、人を舐めているって本当じゃないですよ。あ、人生な、人生舐めてるってことは人を舐めてるのと一緒だよ。うん、もうすごいじゃん。で、座右の銘は自分に嘘をつかないっていう。本当か、お前。本当ですよ。あ、それはね、うん、ちゃんとやってるわけね。なかなかだぜ。なかなかだぜ。何なの。最近腹立ったことは、うん、男友達が酔った勢いでベタベタしてきた挙句グラスを2個割ったと、うん、で吐いたと、うんうん、これは何なの。友達なの。友達、向こうは友達って思ってなかったんじゃないの実は。いや、そんなことはないですよ。私が思いたくないっていうか、え、ベタベタしてきたってどんな感じ。え、なんかもうすごかったんですよ。何。いや、すごくなんかお酒の勢いで、うんうん、に任せて。同級生。同級生です、うんうん、なんかすごい急にボディタッチしようとしてくるみたいな。どういう肩組んできたりとか、まあ、みたいな感じです、うん、なんかでも私が本当に無理すぎて突き放したんで、うん、大丈夫だった、うん、もう、ああ無理無理っつって、うん、やったしたんで、うん、なんかでもそれでも酔ったふりしてるんでずっと、うん、なんかもう、うん、何酔ったふりなの。酔ってんの。いや、絶対酔ったふりですよ。あれ酔ったふりなんだ。もう絶対それ、あの普段は俺全然酒強いから大丈夫みたいな感じなのに急にベタベタするために酔ってんじゃないの、うん、なんだそれ。そいつ、え、気持ち悪いですよね、うん、気持ち悪いな、うん、だからちょっと腹が立ちました、うん、私グラス2個俺入ってんじゃん、はい、入ったってことはもう酔ってんじゃん。あ、酔ってましたね、うん、確かに、ね、グラス吐いたのは酔ってます、ね、酔ったふりして吐けねえぜ。そっか、ふりでは吐けないですよね。確かにそうですね。どうしたんだよ、吐いたっていうのはどこに吐いたの。これがなんかトイレ行ったんですけど、うん、結局なんかトイレの床に吐いちゃったらしくて、うん、ベロ酔いじゃん。ベロベロじゃない。床に吐く。確かにそうですね、うん、なんか酔ったふりじゃないじゃない。やだなと思って。酔ったふりじゃないでしょ。だとしても
嫌じゃないですか。嫌よ。でしょ、まあね、そうですよね。はっきり言ってた、最低だよって。もうあのそれから会ってないです。友達なのに。向こうメール来るでしょ、ごめんな昨日みたいな。それがないからやばいなと思って。あ、それも全くないんだ。何だったのかな、うん、友達、うん、でどこ行ったのその人は。もう知らないです。どこ行った。どっか行きました。うーん、腹立つな。腹立ちますよね。腹立つな。よかった、分かってもらえてよかったです、うん、別にいいなと思ってないでしょ。あ、はい、全く。何なのかな。そういう人って。あ、よかったです。それはダメだよ。もういいんじゃない、連絡来なかったんだったら、うん、もうすっきりしてるんでいいんですけど、うん、ちょうど、うんうん、でこれ尊敬する人、さっき言ったけどバイト先のパートの人っていうのは、うん、あ、この人はなんかもう本当に誰もがこの人のことを好きなんですよ、うん、どういうバイトやってるのあなた。あ、私パン屋さんで働いてるんですけど、うんうん、その接客側で、うん、働いてるんですけど、この人も接客側の人で、うん、女性の方。はい、うん、でもな、先輩と本当に先輩で、あのパートの方なんで今50歳とか、あ、60手前ぐらいの方なんですけど、うんうん、本当になんか言葉遣いとか、なんだろうな、雰囲気オーラとかが本当にほんわかしてて、うん、誰でもその人のこと好きになっちゃうって感じなんですよ、うん、すごいなと思って、うん、そういう人になりたいなと思いました、うん、もうちょっと具体的に教えてくれる、具体的に、うん、ふんわかしてるっていうのは分かんないけど、どういう時にこういうこと言われたとか、なんか気遣いがすごいんですよね、うん、お客様に対してもなんですけど、うん、なんかなんだろう、例えば私たちその始めたての人がミスしちゃっても、うん、なんか全然あの私の伝え方が悪かったよねみたいな感じで、うん、その責めない、まず人を責めないし、うん、その店長にもちゃんと説明してくれるし、うん、っていうのでまず私たちからもすごい信頼っていうか、なんか支持がすごい、うんうん、で店長もなんかずっとその人いるんで、うん、なんかもう信頼を置いてるって感じで、うん、全員がその人好きです、うん、おすごいね、そういう人いるんだね、やっぱり中にはいるんだろうな、うん、だからまあずっとバイトとしてやってるんだろうね、そこで。そうですね、あ、うん、でも最近辞めちゃったんで。なんで？引っ越しちゃったんですよ。あらら、山口の方だったと思うんですけど、ららら結構遠くに引っ越しちゃったので、ららら、もう会えないんで、ね、ちょっと会いたいって気持ちも込めて、うん、ちょっとずっと言ってますこれは。うん、そう、会いに行けばいいじゃない。いつか会いたいんですよね、会いに行きたいんです。連絡先は分かってる？あ、LINE は。うん、分かってます。行きなよ。行こうかな、行きたいと思ったら行かないとダメよ、あ、絶対、あの行きたいなと思ってて、そのままほっぽってたら、ね、もうそれからずっと疎遠になっちゃうから、うん、でわざわざそうやってね、あの地方の山口の方、うん、まで東京からさ、そのバイト先一緒になったっていう子がさ、うん、元気ですかって来てくれたら、そんな嬉しいことないよ、うん、そうですよね、うん、行った方がいいよ、うん、行きます、うん、いつ就職とか終わったら。いつだよそれ。来年ですね。来年のいつ？夏休み行きます。じゃあ1年後ぐらいか。1年後ぐらい、はい、うん、遅くねえか、年内行かないとダメでしょ。あ、もう行動力の塊ですね。誰が？加藤さんが。そりゃ俺もすぐ行くよ。俺だったらもうすぐ行ってるよ、うん、もう明日行ってるよ、ね、うん、もうすぐ行くよ。だって尊敬してる人がそこ行ってパッて現れたら嬉しいだろうなと思うもん、うん、確かに、うん、で何やってますっつって、別に家にいるとかっつったら、うん、そこに向かって行けばいいんだよ、うん、確かにそういうのも受け入れてくれそうな人なんで、うん、うん、絶対喜ぶよ。で就職試験でその話できるじゃないの、面接で。確かに、ね、この間ねって、うん、バイト先ですごい先輩してる、あの尊敬してる先輩があって、うん、辞めてて、どうしても会いたくなってって、うんうん、でその人の生き様っていうのはね、でこういうふうなあの仕事内容で、みんなにもこういうふうに僕私たちによくしてくれたんですと、それよく知った人に会いに行って、私就職活動で何が一番大事ですかって、そこまで行って山口まで行って聞きに行ったんです。でその人が言ってくれたのはこう言ったんです、ですから私はこの会社を御社を希望したんですって、そこが御社と私が考えてることは山口の先輩の考えてることで一致して、ぜひこの会社で働きたいですって言えばいいじゃない。すごいですね、うん、そうですね、うん、なんか模範解答って感じでびっくりしました。いや、やればいいじゃない、模範解答じゃないよ、行動ですよ。すごいですね。
やる？やんない。やりたい気持ち。やんねえな。ちょっとまだ渋りがありますね。ああ渋り、なんだこの渋りは。なんかいろいろあれじゃないですか、忙しいんじゃないですか。忙しいのか。なんかちょっと今はちょっと違う、違う。時間があれば。いや時間ないか、時間は作るもんなんだけどな。あそうですね。でも偉いですよ、なんかもうこの行く気もないのに行きますっていうよりはいい、ね。あまあ確かにな。そういうことなんですよ、自分に嘘つかないんです。うん、じゃあ行かないんだな。いや、まあ、今は来年の夏。はい、来年の夏は行くのな。わ、はい、かりました。じゃあ最後にリスナーに一言お願いします。はい、加藤さん思ったよりもとってもいい人でした。あなんかちょっと失礼ですね、なんだろう、優しい方でした。全然失礼。優しくもなんともねえよ。なんかあ優しくないんですか。優しくないよ、全然。優しいって言われても一番腹立つんだから。あ申し訳ないです、失礼しました。加藤さん思ったよりもずっと親身になってくれる方でした。とっても楽しかった。思ってたのかね。まあ思うのは勝手だけどね。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイキング小峠英二です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。池田優子35。私の叫びで熱帯夜をもっと熱くしてあげます。最初は天然水さんからいただきました。食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、そして秋といえば池田優子35。旬の女です。次、鬼坂みかんさんからいただきました。運動会のリレーでコーナーを曲がるときは手をぐるぐる回してました、池田優子35。玉入れが一番好きだな。次、素直なおなすさんからいただきました。逃走中を見て最近流行ってる人を勉強する、池田優子35。炎上を見守ります。ラスト、バランス機能さんからいただきました。おいミリニャ、はい、YouTube3 ヶ月更新されてないけど、いすいません、めんどくさいならやってやろうか、池田優子35。マジで。いやちょっとそうですね、投稿できてないですね。撮ってはいるんですけど、編集をお願いしたいです。編集は断るよ。今夜の対象はこちらです。食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、そして秋といえば池田優子35。大将の天然水さんには私がデザインしたステッカーをプレゼントします。以上です。続いてはミリニャです。はい、ミリニャのささやき。あなたのミリニャです。今夜も大谷エミリがあなたの耳元でささやくから、よく聞いてね。じゃあ行くね。チャオチャオさんの作品、お願い、恥ずかしいから明かりを消して。夜は真っ暗でないと眠れません。次、チャムスの T シャツさんの作品、あなた新米くん、私は教育係だからよろしくね。おどおどしてる新人くんはかわいいよね。次、ブーメランチャンネルさんの作品、ねえ山本さん、私のツイッターのフォロー最近外したでしょ、ねえ理由を教えて。え本当に。そんなことない、あれなんでですか、ツイッターですか、あれ本当に違う、あらそんなことないと思う。浮気してんだろ、浮気、あれ浮気ですか、イコールラブの他の人にさ、山本さんがカープファンだった、浮気された、山本さんっていう方がカープファン、目がなんか左目が充血。話をそらさないでください。次、浮気したぞ、最低です、ごめんごめんよ、浮気しないでください、お前の彼氏浮気したぞ。
待って彼氏っていうのやめてもらっていいですか。最悪エミリーごめんな。最悪やめてください。次どんどんカツ丼さんの作品。池田さん、最近ちょくちょく名古屋に来てるけど男でもいるんですか。全部仕事だよ。名古屋で何やってる。名古屋で、名古屋にある会社の広告撮影とかが多いです。なんでそんな名古屋に精通してるの。いやたまたまです。たまたま、偶然偶然、お仕事頑張ってください。美味しいものいっぱいありますから。ラスト白鳥さんの作品。アレクサ、加藤さんの貯金額教えて。知りたい。今夜のミリニャどうだった。今週のミリニャ大賞を発表するね。ブーメランチャンネルさんの作品。ねえ山本さん、私のツイッターのフォロー最近外したでしょ。ねえ理由を教えて。ごめんミリニャ、大谷のダーリンが言い方変えても嫌です。ハニーごめんな、ハニー。気持ち悪い。最悪。大賞のダーリンって呼んでやってくれよ。最悪。大賞のブーメランチャンネルさんには池田さんがデザインした金の玉ステッカーを差し上げます。最後にもう一度ささやき聞いてね。ダーリン山本って言ってくれよ。ダーリン山本、ターザン山本みたいに。ターザン山本みたいに言ったらターザン山本が出てくるだろう。嫌なのか。池田さんのインスタ1400も投稿してるのになかなかフォロワー1万人超えませんね。私フォロワー24万人。すぐ減るんだよ。以上です。それでは聞いてください。イコールラブの新曲で Be Selfish。 イコールラブの大谷えみりです。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。ダーリン山本のめっちゃ切るね。早いっすね。切るの早いな。どうもあなたのダーリン山本です。すぐお前気に入ったな。ダーリン山本なかなかいいなと思って。叶うならめちゃめちゃ切れてしまいたい。ムカつくことを私ダーリン山本が代わりに切れて差し上げるコーナー。全然ダーリン山本さん切れてないじゃないですか。いや切れてますよ。切れてるからこそ今日こうやってますから。めちゃ切れでございます。早速お便りを紹介したいと思います。そうだろう。めちゃめちゃ切れてますからね今日も。ラジオネームどんどんカツ丼。山さんこんばんは。切れてますか。いや私は切れてますよ。あなた以上に私は切れてます。僕が怒っているのは車線変更をするときに一瞬だけウインカーを出す車のことです。確かにこれはいかんな。正直あんな一瞬では出てないのと同じですよ。俺かっけーとでも思ってるんでしょうか。勘違いも甚だしいです。どうか山本さんガツンと言ってやってください。わあ俺は切れてるからね。お前がねどんどんカツ丼が切れるぐらい俺はそれに匹敵するぐらい切れてやるからな。おかしいだろ。ラジオでやることですか。自分それ、ね、自分が言ってることがおかしいって気づいて笑っちゃってるの。そうそうそう、そんなちょっと内容がおかしくなっちゃったなと思って。匹敵するぐらいってなんかよくある同じぐらいになっちゃって、超えないといけない。超えないといけない。だからもうそんなさ、また来週です。さようなら。さようなら。嘘ついてる。